Okay, we're gonna continue the main mission. ねえねえ、あれかな？カタリルが手伝ったやつって。船作ってるって、ミド先生が言ってたね。よう、クライブ。お疲れさん。ミドを墓参りに連れて行くってだけで、とんだ騒ぎになっちまったな。それで、あいつはどうした？やることを思い出したらしい。すぐに片付けるから少し待つようにと。ミドがそう言ったのか。そうだが。クライブ。そりゃあいつが面倒ごとから逃げる時の常套句だ。ミドのやつ墓参りをすっぽかすつもりだぞ。まったく。デッキを見てくる。オボルス、ミドを見なかったか。さっき出てったぜ。遅かった。向こう岸まで送ろうとしたら小舟を一艘買い取って、そのまま自分で漕いで行っちまったさ。相変わらず元気な嬢ちゃんだ。そうそう、ちょうど俺もシドに用があった。あんた宛ての手紙を預かってる。何でも急ぎだからってロズフィールド教の使用人から直接渡されてな。ありがとう、オボルス。いいってことよ。おじさんは一体何を。ガブをカンベルに名指しとなれば奴も喜びそうだ。それじゃ結局ミドにうまいこと乗せられたってことが。まんまとやられたよ。いなくなっちまったもんは仕方ない。次の機会にはゼガヒでも連れて行ってやる。しかしみんなで何かを作ったのなんて、この隠れ家を建てた時くらいだ。楽しかったよ。ああ、そうだな。さて俺は墓参りに付き合ったらカンベルまで行ってくるわ。ロズフィールド教のご指名とあれば断るわけにもいかないぜ。俺もその足で出かける。また留守を頼むぞ、オット。任せておけ。シドとみんなによろしくな。そうだクライブ、ジルから伝言があった。少し遅れるから現地で合流するってさ。それじゃあ俺たちだけで先に行こう。いつだったか俺に言ったよな。伝わらない言葉は発していないのと同じだった。でもこれだけは言わせてくれ。フーゴ・クプカは死んだ。みんなの敵を討ったよ。あの時もしフェニックスの力があれば、シドもみんなも助かったのかな。フェニックスにも死は覆せない。命には限りがある。
だから。俺たちは生きなきゃならない。人が人として生きられる世界が来る。その日まで。遅くなったわ。珍しいな、顔を出すなんて。仕入れに出る前にあんたたちの顔でも見ておこうと思っただけさ。ここに来るまでの道のりも随分と様変わりしちまった。ああ、黒の一帯は遠くないうちに大陸全土を飲み込むだろう。ならやることは一つだ。大地のエーテルを守るため、マザークリスタルを破壊する。風の大陸に残るマザークリスタルはドレイクテイルだけだ。じゃあ決まりね。自治領島へ向かう。今やあそこはザンブレク公国の首都だ。クリスタル自治領だった頃とは勝手も違うはず。仕掛ける前に一度様子を見に行った方がいいだろうな。そのつもりだ。自治領島へ向かうんだったらこの子を連れて行くといい。グツを忘れたのかい。あんたは巷じゃ滞在人なんだ。行商人の用心棒ってことにすりゃ一目もごまかせるってもんさ。悪くない考えだろ。お前さん家事道具を欲しがってたろ。ついでに買っといで。本当にいいのかい。やった、ありがとうばあさん。やめな、でかい数体して子供じゃあるまいし。ダルメキアのボクラド市場から自治領島行きの乗り合い馬車が出てる。もともとは行商向けの馬車だ。グツの承認札があれば乗れるかもしれないよ。クリスタルロードを長々と旅するよりはずっと安全なはずだ。ありがとうカロン。グツよろしく頼む。こちらこそ。仕入れが終わったら俺も向かうよ。それじゃあ僕らの市場で。話しな、痛いんだよバカ。ジルは俺と。分かった。ガブ。ああ俺も行ってくる。頼んだぞ。誰に言ってる。見てるかいシード。ヤッコさん、いい悪党の面構えになったじゃないか。
ジル、調子は？タリアのおかげで随分楽よ。よかった。トルガリも心配してくれてありがとう。この道はかつて交易路だった。だが他に街道ができて次第に使われなくなっていった。そういうところには野党たちが集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところだ。油断するなよ。兄貴、まずい。なあ兄貴、どうするんだ？そうだな、俺たちじゃどうにもできないよな。どうかしたか？兄貴、この人ならいけるかもしれねえぜ。見るからに強そうだし。そうだな、話すだけ話してみるか。実は俺たち、とある商人に依頼されてこの参道で荷馬車を探してるんだ。荷馬車を？何でも魔物に襲われて置いて逃げてきたらしい。だけど探し回っても見つからなくてよ。これだけ探してもダメだってことはきっと野党どもに奪われちまったんだよ。ここらで幅を利かせてる野党だろ。もしそうなら俺たちじゃとても歯が立たねえぞ。やつら相当に腕が立つからね。この先に根城があると聞いてはいるけど。なあ、あんた腕に覚えがあるなら野党の根城に行って荷馬車を探してくれないか。無事に見つかったら報酬をあんたに半分やってもいい。どうだ、頼むよ。いいだろう。ありがてえ兄貴、やっぱり俺が見込んだ通りだった。ああ、助かるぜ。荷馬車にはボクラド市場で売るはずだった食料がたくさん積まれているそうなんだ。依頼主からは荷馬車を見つけたら積み込んだ食料ごと持ち帰ってきてほしいって言われてる。荷馬車を探しはするが積み荷の保証まではできないぞ。それは困るな。とにかく頼んだぜ。荷馬車と食料を見つけてくれ。あの二人どこか妙だったが、まあいい、すぐに終わる。おい、傭兵が来やがったぞ。リグルに入れんばい。こいつらが荷馬車だ。そこか。遅い。
近くに荷馬車があるかもしれない。探してみるとしよう。だいぶ荒らされているが、食料はまだ残っているな。いたいた、心配になって見に来ちまった。野党も倒して荷馬車も探し出してくれるとはな。これであの商人にも顔向けできる。荷馬車は壊れてるが大丈夫なのか？そんなことは別にいいんだよ。あんたは何も気にすんなって。あとのことは俺たちに任せてくれ。ほら、約束の報酬だ。今後ともシェンベラ兄弟をよろしくね。兄貴、余計なことを言わなくていいんだよ。ありがとうよ、さっさと行きな。ちょっと古い橋だけど、なんとか渡れそうね。崩れた遺跡にかけられた割には頑丈そうだ。峡谷を越える道か。聖地ゼメキス。なんて景色なの。実際に見るのは初めてだわ。神話の舞台になった場所だと聞いてはいたけど。太古の昔、欲に溺れた人々は力を求めて神に戦いを挑んだ。神話によれば決戦の地となったのがこの大幕府だと言われてる。もっともここに落ちた海水がどこに行ってるか誰もわからないが。でもその戦いで神に敗れ、人は罰を受けることになった。そしてそれこそが今なお続く呪い。ドミナントとベアラー、召喚獣もそれを宿すドミナントも呪いの産物だというのが不
不思議だった。ロザリアはドミナントが太鼓を継いだ。敬われることはあっても疎まれはしない。本でその一節を見たときはさすがに首をひねったよ。そういえば本がたくさんあったわね。子供の頃のあなたの部屋に。人と神の壮絶な戦いに興奮しながら読んだものさ。父上からすれば教えのつもりで俺に読ませていたんだろうな。あなたも普通の男の子だったのよ。こうして眺めているとただの神話だと思えなくなる。そうね。僕らと市場が近い。ここからは人が増えそうだ。気をつけて進まないと。ああ。クライブ？どうしたの？いや、なんでもないよ。オリビエに好意をお譲りになった。それは誠だとおっしゃるのですね。そうだ。信仰オリビエ、新たな主をもってザンブレクは生まれ変わる。かような子供に国の何ができるというのです。祭りごとは私が貢献となろう。しかし父上。私も年を取った。年若いオリビエであればこれから先の公国を託すのに誰よりもふさわしいとは思わんか。それにな、ディオンよ。フーゴクプカは倒れ、ドレイク・ファングは消滅、ダルメキアは要を失った。もはや我らは風の大陸を手中にしたと言っても過言ではない。バリスゼアの統一、それすら夢ではなくなったわけだ。そうやってご自分に都合の良いように。それの何が悪い。今や私は信仰をも従えるグエリゴールの写し身なのだぞ。陣へ戻れ、ディオン。戦を急ぐがよい。世界に知らしめるのだ、ザンブレクの力をな。父上。あなたはまるで人が変わられた。これはご自身のお考えですか？それともかの者アルテマの意志なのですか？何の話をしている。無論私の考えだ。決まっておろう。アナベラがいてくれたおかげでようやく私は気づいた。理想とする指導者、国家、
神の姿に。保身のために自国を売った女の売国奴の言葉に耳を貸すなどと。貴公はこれまでザンブレクの良き英雄でありました。今後もより一層青龍騎士の任に励むことです。オリビエ控えよこの無礼者。芸家の御前だぞ。狼藉は許さぬ。申し訳ございません。話はここまでだ。さて芸家、ロエナ商会との会合のお時間です。へえ、また長い話を聞くのですか。嫌だな。父上、私はお腹が減りました。新行為を継承できなかったことが不服ですか。勝手に思うがいい。そもそもが間違いなのです。下民の血を引く者がバハムートを宿すドミナントなど、恨むなら貴公の自分の生まれを恨むことです。汚れは拭えませんもの。貴様、なぜそのことを。ボクラド市場まではもう少しだ。このまま進もう。うまく自治領に潜り込めるといいのだけれど。信仰シルベストルは今から5年前、瞬く間に自治領を手中に収めた。もともとザンブレクは戦に長けている。ダルメキアとの睨み合いもいつまで続くものか。
それにしても難民が多いな。自治領を目指しているのかしら。誰も彼もクリスタルを求めているんだ。ハルガ、オルガ、いつで。ようやくオクラドに着いたぞ。ここらでまだクリスタルの配給がある。ここでグツと合流するのよね。そうだな、確か先に仕入れを済ませると言っていた。じきに会えるだろう。荷運びなら俺に任せな。安くしとくぜ。お前みたいな小汚いベアラーは何をお探しかな。他にも買い取るかい。いい買い物だな。毎度あり。いいもん揃ってるよ。海の向こうの品も揃ってるぜ。さあ見てってくれ。旦那、旦那寄ってってくれよ。パン一切れで高すぎやしないか。ここらじゃどこも品不足なんだよ。買わないならよそに行きな。現在クリスタル自治領はザンブレク公国による不当な占拠が続いている。そのため出国を認められているのはダルメキア軍から身分を保証されている商人だけだ。通行を願い出る者は各々商人札を持ってここへ順に並ぶように。あれのせいで混み合ってるみたい。臨時の関所か。急いでるんだ。ダメダメ、簡単には通れそうにないな。ひとまずグツと合流しよう。さてグツはどこに。果物はどうだい。うちのは一等甘いよ。このでかい皿を買おう。お客グツ、ここにいたのか。クライブ、どうしよう、ばあさんに叱られる。落ち着くんだ、グツ。何があった。承認札をなくしちゃったんだ。あれがないと乗り合い馬車に乗れない。関所も抜けられないよ。心当たりはない。そういえばさっき子供がぶつかってきて。ああ、ひょっとしてその時にすられたのかも。子供のすりか。俺たちだけで見つけ出すのは厳しそうだな。ええ、誰か手を貸してもらえたらいいんだけど。それなら頼れる人がいる。ちょっとした顔なじみなんだ。この市場のことにも詳しいし、力になってくれるかもしれない。その人はどこに。この先にある
赤の正体って店だよ。赤チョコボの看板が目印の。行ってみましょう。二人は先に行ってて、俺は他に取られたものがないか荷物を確認して向かうから。分かった、早く来いよ。ああ、お店がたくさんあるわね。赤チョコボの看板か。しもやだ。お客さんかい？クリスタル自治領に行きたいなら1000万ギルだよ。どうする？いや、俺たちは。なら予想当たって。ま、待って、違うんだエル。俺の連れだよ。あら、グツじゃない。どうしたの？仕入れのためにボクラドまで？あの頑固ババアの他に連れがいるなんてね。それでグッズ、何か厄介事でもあったの？俺の承認札すられちゃったんだ、子供に。ちょっと、よりによって承認札って。まったく。あなたはこの市場に詳しいとか、子供のスリについて何かご存知でしょうか？これから自治領に向かわなきゃならない。だから取り戻したくてね。つまりあんたたちはまともな身分証を持ってないわけか。まあそう固くならないで。うちに来る客なんて大抵が訳ありよ。そう、子供のスリには心当たりがある。順を追って説明した方が良さそうね。聞いてちょうだい。ダルメキアが自治領島に進軍してから、交易の窓口だったこの市場にも軍隊がやってきたわ。少し前から関所の警備も強化されて、裏書きのある身分でないと自治領島へ行くことすらできなくなったのよ。だから最近は人様の承認札を偽装して潜り込もうとする輩まで現れたってわけ。取られた承認札が裏で売買されている？ご明察。でもそれだけじゃない。偽装された承認札に一切の足がついてないの。子供たちだけでできることじゃないわ。どういうことだ？このスリは組織的に行われてるのよ。誰かが子供たちを使ってスリをさせてる。きっとグツがすられた承認札もすでに元締めに渡ってるでしょうね。このままスリが横行すれば、いずれは市場全体の客足が落ちて、私たち商人は立ち行かなくなってしまう。ねえ、ここは協力しない？あんたたちは承認札を取り戻したい。私はスリの被害をなくしたい。どちらも元締めさえ捕まえれば解決するわ。どうかしら。グツ、他に自治領島へ向かう手段は？乗り合い馬車以外は厳しいと思うよ。自治領島はまだまだ遠いからね。今回は様子を見に行くだけなんだろう。なるべく目立たないようにしないと。つまり承認札を取り返さないと自治領には行けないということね。仕方ない、協力しよう。そう来なくちゃ。改めまして、私はエルイーズ。あんたの名前は？
クライブだ。それじゃあクライブ、これを持って行って。私の仲間がスリのことを探ってる。それを見せれば力になってくれるはず。ひとまず乗り合い広場のかぐやに行ってみて。かぐやか、分かった。みたいな小汚いベアラーは。いらっしゃいいらっしゃい。うまい酒はいらんかね。乗り合い場所は関所前だ。ここは家具屋か。ああ、何かお探しかね。おや、そのブローチ、エルイーズに仕事を頼まれたんだな。彼女からあんたのことを聞いた。スリについて何か分かったことはあるか。ああ、狙われてるのはほとんどが大荷物を背負った行商だ。荷物で体の自由を奪われてる上に、相手が子供じゃ死角に入られて気づかない。万一気づいたとしても土地勘のない行商が子供を追うのはまず無理だろう。それで靴も狙われたのね。子供たちのことはもう一人の仲間が調べている。魚屋を当たってみてくれ。訪ねてみよう。うちの壺は頑丈だ。このでかい皿を買おう。買った買った。果物はどうだい。うちのは一等はないよ。自治寮に行かなきゃ人らしい暮らしなんてできないぜ。いらっしゃい。おいしい魚が揃ってるよ。で、そのブローチ、エルのじゃない。何か頼まれてるのかい、あんた。スリの元締めを捕まえるために動いているところだ。ああ、なら子供たちのことを聞きに来たんだね。スリの被害者はみんな薄汚れた子供にすられたって言ってる。きっと孤児が使われてるんだよ。その子たちは戦か何かの町の入り口で難民を見たろ。新天地へ向かうのに邪魔な荷物をここで捨てていく大人がいるんだ。ひどいな。クライブ、孤児の子たちと話してみましょう。何か知ってるかもしれないわ。ああ、そうしよう。だったらここらの子供に声をかけてみな。ほとんどがそうさ。ありがとう。それじゃあこの辺りの子供たちに話を聞いてみましょう。こんな上等な薬味、実料じゃ買えないよ。少し話を聞いても。なんだいおじさん。君たちにスリの仕事を持ちかけた人はいなかったか。聞いたことないけど。スリって仕事なの？いや、仕事ではないな。悪いことだ。すまなかった。他を当たるよ。うまい酒はいらんかね。少しいいかい。なんですか。私お金なんて持ってない。大丈夫、教えてほしいことがあるだけよ。教えてほしいこと？最近子供にスリをさせる悪い人がいるみたいなの。あなたに声をかけてきた人はいない？私は言われたことないけど、本山がそうなのかな。同じ孤児の子が言ってたの。
彼が危ない仕事をしてるって。クライブ。ああ、その子を探して話を聞こう。本社にはどこに行けば会えるかしら。市場の入り口によくいるけど。ありがとう、助かったわ。いらっしゃい、いらっしゃい。荷運びなら俺に任せな。承認札がな。市場の入り口はこの辺りか。本座はどこかしら。お腹空いたよ父ちゃん。わがまま言うな、金がねえんだ。しかしあのでっけえ商人はちょろかったな。いつもあれくらい簡単だといいのにね。でもよ、あの商人札、やつらに渡してよかったのか。このままじゃいいように使われるだけだぜ。今さら後には引けないだろう。やつらに逆らえばみんな殺されちまう。今の話詳しく聞かせてくれないか。傭兵だ。スリがバレたのか。どうしよう。こんなところでとっ捕まってたまるか。どこ行くんだよ本座。あいつが本座か。ジル、この子たちを頼む。俺はあの少年を追う。分かった。まだそう遠くへは行ってないはずだ。この近くを探してみよう。少年を見なかったか。慌てた様子で走って行ったと思うんだが。それなら裏手にあるチョコボの放牧地へ向かったけど。ありがとう、恩に切る。くそ、ここまでか。待て、本座。別にお前をどうこうしようってわけじゃない。話を聞かせてくれ。分かった、降参するよ。俺はお前たちにスリをさせている元締めを探している。誰から仕事を受けた。サレキ旅団の奴らだ。いい金になるからって誘われた。悪いことしてるって分かってる。でも仕方ないだろう。こうでもしなきゃ俺たち孤児は飯さえろくに食えない。それに俺がやらないと他の孤児まで巻き込んじまうんだ。本座、お前。クライブ、ここにいたのね。さっきの子供たちは。エルイーズに預けてきたわ。それでグツと一緒にあなたを探して。ああ、あの時の。あんたの承認札ならもう手元にないぜ。サレキ旅団に渡しちまったからな。騒いだってもう取り返せない。仲間を食わせていくために俺はあいつらには逆らえないんだ。お前か、子供を脅して盗みを働かせていたのは。待て、俺は、クライブ。勘違いするな、俺は依頼されてきた。言い逃れするな。お前、そのブローチ。あれ、テオなのかい。グツ、そんなところで何してる。じゃあ、あんたが姉貴の言ってたやつか。姉貴。
そう、エルイーズさんの弟だったのね。まったく姉貴め、教えといてくれりゃいいものを。俺はテオドール。さっきは悪かったな。テオドール、サレキ旅団というのは？この辺りに住み着いてる野党どもだ。難民たちの弱みにつけ込んで悪事を働かせているゲスな奴らさ。俺はこれ以上難民が狙われないように連中の手口を調べてたんだが、子供を使ったスリまでサレキ旅団の仕業だったとは。本座のことは前から知ってるが、根はまっすぐなガキだよ。他の孤児がスリをしなくていいように自分たちだけで背負おうとしてたみたいだな。クライブって言ったっけ？あんたら姉貴と一緒にスリの元締めを探してるんだろ。ここは一つ協力しないか？俺の。それで何を協力すればいい？あんたらが追ってたスリの元締めも、俺が調べてた連中も同じサレキ旅団だ。だったらやることは一つ、どちらも奴らを潰せば解決ってわけさ。いいだろう。そう来なくっちゃ。さて話してもらうぞ。本座、サレキ旅団の根城はどこだ？わからないよ。いつもやりとりは市場のすぐ外だったから。一度だけ奴らの後をつけたことがあるんだけど、途中で見つかって殺されそうになったし。その時連中はどこへ向かおうとしてた？レトニ峡谷の方だと思う。よし、行ってみよう。レトニ峡谷なら僕らの外だ。うちの放牧地で面倒を起こさないでくれよ。承認札がなきゃ。お腹すいたよ父ちゃん。あいつ、俺たちのこと嗅ぎ回ってた野郎だ。ここで片付けてやる。サレキ旅団の下っ端だ。尻尾を掴んだな。
今日もたんまり稼いだな。ええ、難民どもはいい仕事しやがるぜ。ガキたちもだ。特にあの本座ってのは本当に腕がいい。ドジ踏んで捕まるまでは目いっぱい働かせねえと。あいつら、サレキ旅団の奴らか。クライブ、俺は加減しないぞ。花からそのつもりだ。あんな奴ら叩きのめしてやりましょう。ふん、二人とも行くぜ。なんだ、一番の傭兵どもか。この荷物は最近盗んできたものらしい。首飾りに指輪に財布に承認札か。よくもまあこんなに集めたもんだ。どうだ、大丈夫？まだ偽装された様子がない。あれならグッズの承認札も探せば見つかるだろう。ただ量が量だ。ちょいとばかり時間がかかるぜ。探すのを頼めるかしら。任せておきな。あんたらは先に市場へ戻って姉貴に報告しておいてもらえるかい。分かった、伝えておこう。頼んだぞ。行け。この辺りで降りよう。ここらでまだクリスタルの配給があるの。承認札がなく。二運びなら俺に任せな。いらっしゃい。ありがとうよ。ありがとうさん。他にも買い取るかい？
またどうぞ。ああクライブ、守備はどう？スリの元締めを捕まえられそうかしら。エルイーズ、実は、なるほど、サレキ旅団が黒幕だったのか。テオに探らせてたのと同じ相手だったなんて。でもこれで一件落着ってわけね。悪どい連中だから大事してくれて助かったわ。あとはテオの帰りを待つだけ。グッズの承認札も見つかるといいけど。あら、噂をすれば。お帰りテオ。よ、今帰ったぜ。オーラクライブ、お目当ての承認札だ。グッズに渡してやってくれ。ありがとう、助かったよ。それから姉貴、奴らが盗んでたものはうちの手のものに運ばせてる。被害者たちへ返すよう段取ってくれるか。ええ、後でやっておくわ。事件も落ち着いたところで、そろそろ正体を明かしてもらえないねえ、大罪人シド。そう固くならないで。私たちも同業者だから。どういうことだ。言ったでしょ、うちに来るのは大抵が訳ありの客だって。私たち赤の正体は、金さえ積めば何でも運ぶ砂漠の運び屋よ。その荷物がたとえベアラーであってもね。俺がその第一号さ。姉貴の力で聖火から逃げ出したベアラーだ。そうだったのか。つまり私たちなりにベアラーを保護してるってわけ。お互い良い関係になれると思うのだけど。デオ、どう思う？まあ賛成だ。あんたがシドってんなら運び屋の仕事もやりやすくなる。どうだ、俺たちと手を組まないか。ああ、そうしよう。よろしくお願いします。こちらこそよろしくね。クライブ、これを受け取ってほしい。これは割り符みたいなもので、もともとは一つなのさ。赤の正体が協力する証と思ってくれ。二人ともよろしく頼む。これから自治領島に向かうんでしょ。グッズの承認札があれば大丈夫でしょうけど、何かあれば特別価格の900万ギルで運んであげるわ。そんなことにならないよう祈ってるよ。グツに承認札を渡してやろう。これで出発できるわね。ほら、Okay, we got some side quests nearby, so just... Oh, it's three! Okay, we'll go towards all three of them.そこの君、傭兵だ。その体育、使い込まれた剣。腕の立つ傭兵と見込んで君に頼みがある。ぜひとも私の護衛を引き受けてもらいたい。あんたの護衛を。私はゼメキスについて研究しているものでね、ここらの遺跡を調査している。しかし近頃は野党や魔物が横行しているため、屈強な同行者を探していたのだ。護衛を引き受けてくれるなら相応の報酬を払おう。そこらの凡人には知り得ない
ゼメキスの逸話も聞かせよう。どうだ、悪い条件ではなかろう。いいだろう。よし、ならば早速ついてきなさい。どこへ行くんだ。まずはゼメキスの街道沿いを調査する。さあ早く、さあさあさあ。おい、護衛をしてほしいんじゃなかったのか。仕方ない、追いかけるか。お腹空いたよ父ちゃん。ようやくオクラ堂に着いたぞ。行ってるそばから。怪我したくなけりゃ有り金を置いてとっとと撃てな。取る。怪我はないか。ああ、私は平気だ。君のおかげで助かったよ。ところで見たまえ、この素晴らしい遺跡を。そう、バリスゼア全土で見られる空の文明時代のものだ。天より降ってきた船、またの名を飛空艇とも言われているが、実はその正体は未だ解明されておらんのだ。さらにこの辺りをよく観察してみたまえ。この遺跡、どこかおかしいと思わないか。ゼメキスの大穴に沿って遺跡が断ち切られたような跡があるだろう。これもまたゼメキスの謎でな、魅力の一つでもあるのだ。続きは次の目的地で話そう。さあ行くぞ傭兵。はあ、本当に威勢のいい男だ。災難だったな。いやー、ありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。
ところで見たまえ、この美しい絶景を。そう、ゼメキスの大幕府だ。神話によれば、遥か昔、神と人との争いによってこの大穴が開いたとされている。その時、人は神の怒りに触れて多くの命が失われた。まさにゼメキスの悲劇というわけだ。神話を読み解くには途方もなく時間がかかる。私が生きているうちに解明できるといいのだがな。のんびりしてはおられん。次へ行くぞ。さあさあ、ついてきなさい。まったく。怪我は？この通り平気だ。いやはや面目ない。今のは遺跡周辺に出没する動く異物だったな。奴らをあっさり倒すとは大したものだ。さて、ゼメキスの大穴ができた原因は人が神の怒りに触れたからと伝えただろう。ではなぜ神は怒ったか。それはこの遺跡を見れば明らかだ。見たまえ、この神秘的で不可解な構造を。我々では到底生み出せるものではない。おそらく神から技術を奪ったことで怒りを買ったのだ。あくまで私個人の見解だが。遺跡の調査もいいが、もう一人でうろつかないでくれ。そうだな、小話もここで最後にするとしよう。思う存分うんちくを披露できて満足した。調査が目的ではなかったのか？いやすまない。実は話を聞いてくれる相手を探していただけなんだ。どうも長話になってしまうせいか、誰にも聞かれなくなってしまってね。傭兵に護衛を依頼すれば、同行している間私の話に耳を傾けてくれるのではないかと。十分聞かせてもらったよ。そろそろ僕らの市場に戻るとしよう。では行こうか、護衛役殿。今度は目の届く範囲にいてもらうぞ。
事に戻ってこられたな。さあ報酬だ、受け取ってくれ。話を聞いてもらった分上乗せしておいたからね。何をお探しかな。ありがとうさん。毎度あり。うちの荷運びは安全確実。そのブローチ、あんたエルイーズの仲間だね。ちょっと手を貸してくれない？どうしたんだ？最近この辺りで積み荷の盗難が続いてるんだけど、犯人の目星もついてないありさまでさ、ヨゼフって傭兵に犯人探しを頼んだんだ。でも数日前に出て行ったっきり戻ってこなくてね。何か事件に巻き込まれていたなら大変だよ。あんたヨゼフを探してくれないかい？ああ、俺が探してこよう。行き先に心当たりは？ボクラドの周辺を調べると言ってたから外へ出たのは確かさ。そうだ、ヨゼフは白い髪をした傭兵だよ。誰かに見られてるかもしれないね。わかった、まずは僕らどの出入り口で話を聞いてみよう。承認札がなきゃ。お腹すいたよ。ここらでまだクリスタルの配給があるの？自治領だけな。何か探し物かい？人を探している。ここらで白い髪をした傭兵を見なかったか？白い髪の？ああ、確か外に歩いて行ったのを見たね。どこへ行ったんだ？いや、さすがにそこまでは。外にいる人らの方が知ってるかもしれないよ。聞いてみたらどうだい？何かご用ですか？人探しをしていてな。白い髪をした傭兵を見なかったか？さあどうだったかしら。いつも崖を登ってる変なおじさんなら見たよ。ほらあそこ。なぜあんなところに？崖の上はゴブリン族がいて危ないってママもよく言ってるのにね。こら、知らない人におかしなことを言わないの。ごめんなさい。助かったよ、邪魔をしたな。まだ先があるようだな。行ってみよう。
いつは。襲ってくるな。ハルカ、これで終わりだ。待ってくれ。彼らに悪気はないんだ。見逃してやってくれないか。白い髪の傭兵、お前がヨゼフか。どうして俺るの。お前を探してくるよう頼まれたんだ。今まで何をしていた。そうか、心配をかけたな。積み荷を盗難した犯人を見つけることはできたんだが。理由があるんだな、話してみろ。犯人探しの依頼を受けた後、俺は被害に遭った積み荷を調べてみた。盗まれていたのは食料だけで、金品は手つかず、野党の仕業でないことは明白だったよ。そこで最近目撃されていたゴブリン族を探ってみたら、案の定犯人だったというわけさ。だが俺がこいつらを追い詰めた時、自分たちの命よりも食料を守ろうとしたんだ。信じられるか、ゴブリンがだぞ。飢えをしのぐために積み荷を狙ったんだろう。そうとわかると昔の俺を見ているようで放っておけなくて。それで情が移ったか。確かに奴らもお前に懐いているようだ。それからこいつらに食料の集め方や獣や野草の調理のやり方を手ほどきしていた。生きる術を覚えれば積み荷を襲うこともなくなるはずだからな。すごいな、ゴブリン族と交流するなんて聞いたことがない。こいつらとの別れを済ませたらすぐに僕らへ戻るよ。先に戻って俺は無事だったと伝えておいてくれないか。二度と積み荷を盗まないように約束させるから、このことはうまくごまかしてほしい。分かった、そうしよう。ありがとう、感謝する。ここからは歩こう。お腹空いたよ父ちゃん。承認札がなきゃ。ヨゼフの剣だが見つけてきたぞ。すぐに戻ってくるだろう。そう、見つかってよかった。盗難の犯人探しに手間取ってたようだ。なかなか手強い相手だったみたいだからな。さすがヨゼフだ、ちゃんと犯人を見つけてたんだね。これで積み荷の盗難もなくなりそうだ。あんたにも礼を渡しておくよ。手伝ってくれて
ありがとうね。いらっしゃい。いい買い物だな。難民ばかりでちっとも金ならない。せっかく上物が手に入ったんだがな。やれやれ、せっかく上物が手に入ったんだがな。どうしたんだ。いや何、上等なワインが手に入ってな、こいつを一緒に味わうのに常連客を呼びたいんだが、店を開けるわけにもいかず困ってたんだ。そんなに上等なワインなのか。ああそうとも、なんとゴールトンルージュの12年もの、ザンブレクさんの知る人ぞ知る名酒さ。このご時世じゃめったにお目にかかれないんだぜ。ゴールトンルージュとは。この銘柄を知ってるとはあんたもいける口だね。そうだ兄ちゃん、頼みがある。俺の代わりに常連たちに声をかけてきてくれないか。そのくらいなら手伝おう。おお、やってくれるかい。それじゃ早速頼むよ。声をかけたい常連客は二運び人のオルジフと肉屋のミラン、関所にいる万平のボレクだ。どいつもこの市場で働く気のいいやつでな、仕事が終わったら一杯やろうって言ってほしい。みんなに伝えたら教えてくれ。よろしくな。ああ、わかった。オルジフはここにいるか。彼を探している。それなら俺だ。なんだ、荷運びの依頼か。いや、酒場の主人からのことづてだ。ゴールトンルージュの12年ものを一緒に飲もうとさ。おお、ザンブレクさんのワインか。もしかするとさっき奴の店へ運んだ荷物に入っていたのかもしれん。ザンブレクから荷物を運んでいるのか。ずいぶん遠くまで行くんだな。ああ、俺たち荷運び人は大陸中を渡り歩くのが仕事だからな。北はザンブレクから南はカンベルまでどこへだって運んでやるさ。それに国をまたいでの荷運びは儲けも大きい。だからこそ競争相手も多いんだが、とにかくまずは酒を楽しもう。伝えてくれてありがとうよ。お前みたいな小汚いベアラーは。いらっしゃいいらっしゃい。うまい酒はいらんかね。乗り合い場所は関所前だ。肉屋のミランはあんたか。ああそうだよ。何かご利用かい。酒場の主人が呼んでいる。いいワインが手に入ったから仕事が終わったら一緒に飲みたいそうだ。へえ、あいつも気が利くじゃねえか。俺もワインに合いそうな肉を持っていくとしよう。ここはワインも肉も揃うんだな。おうよ、なんたってこの市場はクリスタルロードに通じてる。おかげで各国のいろんな品が集まってくるのさ。さらにロザリアやザンブレクだけじゃない、ランデラの港からはウォールードの品も渡ってくるんだ。それで俺も飯が食えてる。ここで商売を始めた親父に感謝だよ。呼びに来てくれてありがとな。さてとっとと仕事を終わらせて酒場に行くか。
こんな上等な役目。貧乏人だ。いつもは通してくれるじゃない。万平のボレクを知らないか。この関所にいると思うんだが。ああ、ボレクは俺だよ。傭兵が何の用だ？ちょうどいい。酒場の主人があんたを呼んでる。仕事の後に上物のワインを一緒に飲みたいと。おお、今日は酒に酔いたくてたまらなかったんだ。わざわざ伝えてくれてありがとうよ。ここの警備もなかなか大変そうだな。まあな、この関所には最近やたらと難民が押し寄せるだろう。あいつら身分を示すものなんて何もねえのに、通せ通せとうるさくって。しかも立ちが悪いやつは門が開いた時を狙ってどさくさに紛れて通り抜けようとしやがる。ほんと難民たちには毎度苦労してるよ。さてさて、今日はとことん飲み明かすぜ。鬱憤を晴らさなきゃ。これで全員に伝えたか。酒場に戻るとしよう。こんな上等な役目。乗り合い場所は関所前だ。うまい酒はいらんかね。いらっしゃいいらっしゃい。いいもん揃ってるよ。難民ばかりでちっとも金にならないよ。ワインのことを常連たちに伝えてきたぞ。わざわざ悪かったな、兄ちゃん。常連客が集まるのも久しぶりだ。こんな上等な酒が飲めるのも全部あいつらのおかげさ。どういうことだ？僕らと市場でいろんな品が手に入るのはオルジフみたいな荷運び人が運んでくれるからだ。運んできた酒や肉をミランたちが店に出す。ボレクたちが関所を見張ってるからこそ安心して商売できてる。ここはみんながいるから成り立ってるんだよ。俺の酒場なんてそこにあやかってるだけだからな。たまにはいい酒を振る舞ってやらねえと。持ちつ持たれつか。どこも同じようだ。兄ちゃんにも覚えがあるかい？なかなか苦労してそうだもんな。さて、そろそろ連中の仕事も終わる頃だが。おい、聞いたぞ。ゴールトンルージュの12年ものだって？そんな上物、よく手に入ったな。もっと早くに聞いてれば、何か持ってきたのに。うちで一番いい肉を持ってきたぜ。こいつでたっぷり飲み明かすぞ。おお、いいね。よし、酒だ酒。飲まなきゃやってらんねえよ。まったく相変わらずだな。さ、さったさった。ありがとうよ、兄ちゃん。先のことはわからねえが、お互い気張らず生きていこうぜ。ああ、そうだな。でまだクリスタルの配給がある。ようやくオクラ堂に着いたぞ。
承認札がなきゃ。うちの荷運びは安全確実。荷運びなら俺に任せな。いいもん揃ってるよ。いらっしゃいいらっしゃい。うまい酒はいらんかね。果物はいかが。旅の疲れが吹き飛ぶよ。俺は鍛冶師に憧れてるんだ。グツ、お前の承認札だ。無事に戻ってきたぞ。ありがとうクライブ、ジル。よかった、ばあさんに叱られずに済む。エルイーズとテオドールにも今度礼を言っておくよ。ホンザ、もうスリなんてやめておけ。悪い連中ともつるまないことだ。分かってる。エル姉ちゃんが俺たちに仕事をくれたんだ。チョコボの糞にまみれて働けってさ。厳しい仕事だし給金だって安いけど、孤児の仲間とみんなで頑張ってみようと思う。ああ、それがいい。グツ、本当にごめんな。こうやって承認札も戻ってきたんだ。もう気にするな。グツは鍛冶師になりたいんだろ。俺が最初の客になるよ。ちゃんと働いて金を貯めて買いに行くからさ。うん、待ってるよ。それじゃね。これで馬車に乗れそうだな。俺たちはグツの用心棒だ。あとは手はず通りに。わかった。うん、グツは乗り合い馬車でそのままクリスタル自治領へ向かってくれ。俺とジルは途中で降りて別経路から町へ入る。俺は買い出しだ。ええ、私たちは自治領の偵察に。自治領には確か町の中央に鐘楼があるんだよ。何かあったらそこで落ち合おう。これでどう。よし、行こうか。それでは父君の周辺にアルテマの気配はないと。おそらく貴公はザンブレクにかの者が入り込んだと疑っているようだが、少なくとも父は自らの言葉で話していた。見る限りでも操られている様子はない。露骨な接触はしていないか。各地の異変や戦乱の陰でうごめく者、人ならざるアルテマという存在。最初に聞いた時には過ぎた妄言かとそう思っていたが、実際に胸の傷を見せられてはな。どうかルサージュ卿、共にアルテマと戦ってくれないだろうか。すぐには無理だ。ルサージ卿、我が軍は今もダルメキアと交戦中。ドレイクファングを失い、後のない奴らは攻めに転じる。停戦破棄も時間の問題だ。バハムートによる抑止なくては多くの民が命を失う。空国部下はアルテマの目論みで命を落とした。あなたが民を重んじているのは理解している。しかし
アルテマを止めなければさらなる戦乱を生んでしまう。そればかりかバリスゼアに混沌が訪れるだろう。今よりもっと多くの民が苦しむことになるんだぞ。気候の話は信じよう、フェニックス。だが世にはどうしてもやらねばならんことがある。どうしても。貴様、なぜそのことを。高き位にある者はそれにふさわしい地を求められる。寸分の疑いもない純潔さを。そう、下船の女と交わった血はもってのほか。まして我が子を金で売るような女ではな。父上を脅したのか。いいえ、私はただ忠告しただけ。ディオンが謀反を企てているとね。何を。シルベストルは先生に心得がある。忘れたわけではあるまい。まさか星読みどもをたぶらかしたのか。今後も芸家に忠を尽くすと誓うなら、これからも英雄であることを許しましょう。肝に銘じなさい。黙れ、カンプめ。青龍騎士である貴公の誇り高き振る舞いに免じて、こたびの無礼は不問に付しましょう。さあ、ディオン殿下、戦支度をお急ぎなさい。貴公はバハムートになって空をかけてこそ、芸家もお望みですよ。だからこれからも戦にご教示遊ばせ。バリスゼアをオリビエ芸家のものとするために。ザンブレクを汚す闇を払わねばならん。このままではアルテマと戦う前に新たな戦火が生まれてしまう。奴の思うがままに。そうか、すまない、母が迷惑を。気に病むことはない。これは我が国の大事だ。皇家の一員として世が決着をつけねばならん。その後であれば我が翼を預けよう、貴公に。感謝する、ルサージ教。うん、民のため貴公と共に空を狩る日を楽しみにしている。ああ、待ってるよ。テランス、ここに。これから世が行うことをお前は罪と咎めるか。私、いえ、我々青龍騎士団の主君はあなたです。全てはディオン様のお心のままに。ありがとう。戦の支度だ。青龍騎士団全体に通達せよ。逆賊アナベラと芸家を語る不届き者を討ち取る。ザンブレクを取り戻すぞ。
らどこ行く。次って。めっちゃ何やってんだよ。行くぞ、ほら。町の外じゃ両軍が睨み合ってるのに。怖いんだよ。不安だから酒に頼るのさ。頼ったことあるの？市場は品薄、船も陸に上がってた。穏やかに見えるが緊迫状態が続いている。今なら騒ぎでも起こせばマザークリスタルに潜り込めるかもしれない。そう言うと思ってた。人手がいるわね。すぐにでもガブを呼んで合流しましょう。それまでは潜入経路探しだな。ストラスを飛ばすわ。トルガル。何が起こってるの？わからない。トルガル。こっちだ。街が燃えてる。奴も気づいているはずだ。合流するぞ。街の中央にある鐘楼だったわね。That's just fight this. グッズを探さないと。先を急ごう。グッズ、無事でいて。何者だ。止め。どうしかないか。Yeah.
いつらは正規軍の仲間か。清流騎士団だ。まさか内紛が起きているのか。地下水道だ。都合がいい。ここを進もう。鐘楼よ。ああ、急ごう。あれは昇降機か。
来たぞ。グッズはまだかしら。
こっちだ、クライブ。やっと会えた。グッズ、無事だったか。ひどい目に遭ったよ。よし、ここを離れよう。なんだ、あれはドレイクテールの子。どうしてあんなところに。ハムト、ジョシュア様、危険です。早く避難を。どうしてこんな。何かあったんだ。君は例の件を。僕は彼を止める。ジョシュア様。これからどうするんだい。コアを破壊する。そんなの無茶だよ。事態が落ち着けば軍が介入してくるだろう。コアの場所も分かっている。
今が絶好の機会だ。今ならバハムートの姿もないわ。グツ、少しでも安全なところへ逃げて。二人を置いて逃げやしないさ。俺も男だ。腹をくくる。そうだ、仕入れた物資が少しあるんだ。必要なものがあれば言ってくれよ。か、金はもらうぞ。後でばあさんに怒られるから。ありがとう、グッズ。な、何をするんだい。毎度あり。他に欲しいものはある。お店はもういいんだね。気をつけてね。All right, I'm gonna leave it here. It's getting late. Just see. Cont. Okay, until next time.